はいどうも、しっちーでーす。ということで、今回はサムズアップコーヒーさんのおでまコーヒーをいただきながら、サムファンの、まあ、補足の解説の方をね、させていただきたいと思います。ファン言うてますけれども、まあ、前回からお伝えしているのは、まあ、サムファンのね、広げ方なんですけれども、この前は、まあ、その広げ方をね、まあ、どうするかっていうところをね、お伝えしてたんですが、今回は、綺麗に広げるにはどうしたらいいのかというところをね、重点的に説明させていただきたいなというふうに、思っておりますと、まあ、そして、まあ、おまけじゃないですけど最後にね、まあ、ちょいちょいやってますけども、まあ、片手でね、ファン閉じるにはどうしたらいいのかっていうね、まあ、そのやり方もね説明させていただいておりますので、ぜひね最後までご覧いただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということで、まあ、綺麗なファンを作るためには、まあ、まずね右手の親指の当て方ね大事ですということでね、見ていきたいと思います。はい、じゃあまずね浅く当てた場合なんですけれども、まあ、一見綺麗に広がってるように見えますけれども、まあ、これね、今ちらっと見ましたけども、この奥側の方ね、こんだけ残ってます。はい、こんだけ残ってます。はい、で手前側の方はね、どんな感じになってるのかな、こんな感じになってますね。はい、バランスが、ね、非常によろしくないというね、感じになってます。今度は、深く当てた場合なんですけども、先ほどと逆になりますね。こちら手前側の方ががっつり残ってます。はい、で奥側の方は、薄いペラペラの状態ですね。はい、まあ、上から見たらね、まあ、綺麗に見えるんですけど、どっちもね。はい、で、まあ、奥側に、ね、残した分こういう風にね、まあ、レイヤードファンっていうね技をするときにはまあこういうね、拾い方が必要だったりしますと。まあ、ですが、まあ、基本ね、綺麗にバランスよく等間隔にね広げるときには、この右手の、まあ、適度なね、まあ、当て方が必要ということになりますね。出ました、秘伝。ここで秘伝の技なんですけれども、まあ、このようにね左手の押さえる力を最小限にしましょうということで、ブンブンやったら、まあ、こんなねばらける程度、こんなガチッとね握っちゃダメっていうことなんですね。ブンブンやったらバラバラになる程度にね、緩く握ってください。でそうすることによって右手も必要最小限の力でいいようになるということです。はい、左手に力が入ってしまっていると、まあ、それだけその分だけ右手の、ね、力の調節も必要ということになりますので、もう最初から左手の力を最小限にしておいてしまおうというのがこの秘伝の技になります。はい、その秘伝の奥義と合わせて忘れてはいけないのが、まあ、この中心軸の位置をしっかりね、まあ、手前のエンド側の方にね、しておきましょうということでございます。はい、でこれがちょっと上にずれちゃうとどうなるかっていうと、はい、こんな感じ。ちょっとねちっちゃくなっちゃうんですね、ファンがね、ちっちゃくなっちゃいます。はい、でこれ何に見ますか。そう、正解ホタテ、うん、ホタテね、これねホタテ状態になっちゃうんですね。まあ、これじゃダメだと、うん、ちょっとちっちゃい。で今度はもうほんとど真ん中、まあ、このデックで言えばこのお花の真ん中ね、ちょっとおしべかめしべかわかんないけど、その真ん中のところに親指を置くと、まあ、こういう感じ。これお分かりいただけましたでしょうか。これ俗に言うロックマン2のメタルマンのメタルブレード状態っていうねものになります。それまあここまででね、まあ、奥義ということで、まあ、中心軸は手前エンド側にしっかり取ると、そして左手も右手も力は最小限にするというのをね、目を意識していただくと綺麗なファンがねできるようになるかなと思います。はい、そして
片手でファンを閉じる時のやり方についてもね、ご説明をしたいと思います。はい、まあ、右手でね、わざわざ閉じに行ってもいいんですけれども、まあ、左手でちょっとね閉じれると、まあ、不思議に見えてね、ちょっと綺麗に見えてしまうね。はい、まあ、具体的なやり方ね、ちょっとご説明していきたいと思うんですけれども、まあ、こんな感じ、こんな感じね、わかんないよっていう話で、はい、ちょっと裏から見てみましょう。はい、でまず中指をねぐっと曲げます。はい、はい、ストップ、うん、こんな感じ、中心に持ってくる感じかな、真ん中ね。薬指は、ボトムカードの、まあ、このコーナーの位置に当ててください。でこの薬指を中心にして人差し指をちょっと離してですね、薬指、を中心に中指で回転をかけていくという感じですね。でそれで追いつかないところについては人差し指を当てると。もう一回見てみましょう。薬指ね、はい、こんな感じ、はい、もう一回やる、はい、こんな感じですね。あ、上から見てみましょう。こんな感じです。上から見たらね、何やってるか全く分かんないですね。はい、ということで、わーわー言うとりますけれども、お時間となりましたということでね、まあ、次回はですね、まあ、両手使ったね、カットの基本ということで、スイングカットとスイベルカットの方ですね、解説の動画の方をねアップしたいと思いますので、ぜひこちらの方ねチャンネル登録していただいて、また次回の動画もね、ご覧いただけると嬉しいです。とそれでは。